バベル裁判所。俺は宮川由志、18歳、暴力団事務所にも出入りしている根っからのワルだ。ユウさん、冷えてきたし、もう帰りません？バーガ、女も盗みも釣りと一緒で、勝負は夜からなんだよ。隣の射程、ハタイエジンを使って、ひったくりと女を目的に、昼からゲンチャリで流してる。の、あれどうすか？ああ、いいんじゃね？よし、ジン、あの女のチャリごと蹴り倒してこいや。おれ！おい、大丈夫か？今あんたを蹴飛ばしたやつはイカれてるんだ。俺もさっきナイフで脅された。危ないから送ってやるよ。あ、ありがとうございます。手口は簡単だ。仲間がターゲットにひどいことをして、俺が助ける。女は信用してすぐ仲良くなれるってわけだ。あの、ここは？俺はお前を蹴ったやつの仲間でヤクザだ。言うことを聞けば命だけは助けてやる。脅しにすっかりビビった女はおとなしく俺の言うことを何でも聞きやがる。いや、俺だ。いい女いたから捕まえて楽しんだところだぜ。なんすか、ユージさん。自分だけ女捕まえといてくださいよ。これから連れてくわ。一人で楽しんでも仕方ねえ。俺はたまり場にしてるハタイエの家に電話して、たまたま居合わせた仲間、小熊と渡辺と合流することにした。この女、どうする？さらっちゃいましょうよ。俺んちは、親共働きで帰り遅いし、都合いっすや。そうだな。ハタイエの家で飼ってやっか。よっしゃ。俺らは交代で被害者女子を監視しながら、夜には仲間を集め、女で遊んだ。いつまでも気取ってんじゃねえや。おとなしくしろよ。最高だぜ。この瞬間に俺は生きてることが実感できるんだ。女には捜索願いが出ていたが、実家に自分で電話をさせ、取り下げさせた。友達の家にいるから捜索願いは出さないで。よく言ったな、よしみ。俺たち友達だもんな。早く家戻ってまた遊ぼうよ。お願い、早く出て。はい、バベル警察です。何やってんのお前。あ、警察？なんでもないっす。間違いっすよ。まあこんなもんだろ。二度と舐めた真似すんなよ。分かったか。お前は一生逃げられねえんだよ。ある夜、ヤクザに麻雀で負けてイライラしていた俺たちは、女をストレス発散のために使った。やれ。ええ。女は顔が腫れ上がってブスになったし、傷口が化膿して部屋が臭くなった。ハタイエの親は俺たちがひでえことをしてると分かっていたが、ビビって何もできやしなかった。あなた何とかしないと。あいつらを注意したら何をされるか。もうこいつはダメだ。他のおもちゃ探すぞ。女をハタイエの部屋で飼い始めて1ヶ月以上。ひどく弱って何をしても無反応。たまに口を開けば殺してだ。神器臭くて嫌になるぜ。その後、見張り役として使ってやっていたハタイエの兄から、女がぐったりして動かないと言われ、俺たちは戻った。ああ、死んじまった。まずくねえか。見つかったら俺ら捕まっちまう。さあグラッパー、俺にいい考えがある。俺は読んでいた漫画の話をもとに、ドラム缶に遺体とコンクリートを流し込んで海に遺棄することにした。以前セメントを扱う会社にいて作り方は知ってる。だが海に沈めようにも適当な場所がねえ。俺たちは仕方なく付近の埋め立て地へそのまま遺棄した。その後、俺は別件の暴行事件で逮捕された。その時に刑事が冗談で言った、殺しはいかんよって言葉で、俺は、ああドラム缶バレたんだって勘違いして、そうだよ、ドラム缶に死体入れて捨てたよ。うっかり白状してしまった。これで俺とハタイエは殺人死体遺棄容疑で逮捕。その後、ハタイエとハタイエの兄貴、小熊や渡辺も取り調べ、たまり場だったハタイエの家を家宅捜索された。その流れのまま俺たち4人は裁判にかけられたが、俺らは未成年だ。少年法が守ってくれる。少年法の理念は少年の健全な育成であり、厳罰化ではない。その通りだ。俺たちは国が守ってくれる。犯行は残虐、悪質極まりないもので、断じて許すことはできない。宮川由志に軽度の脳障害があること、ハタイエ他が家庭的に恵まれなかったことを考慮しても、同情の余地はない。うるせえぞ、ケンジ。未来ある少年の可能性の目をつむんじゃねえ。宮川由志に懲役20年を宣告する。俺に下った判決は懲役20年だった。死刑や無期懲役は免れたが、未成年にこれは重すぎるだろう。そう思った俺は控訴した。
しかし俺の控訴は棄却され、一緒に遊んだ連中にも判決が下った。ハタイエは懲役5年以上9年以下、オグマは5年以上10年以下、渡辺は懲役5年以上7年以下のいずれも不定期刑だ。俺が未成年でなければ死刑や無期懲役だったかもしれねえと考えれば、20年はまだマシかもな。ありがとうよ、少年法。